100を切りたい。90切れるかもしれないんで。さあ、気を引き締めて、まだ諦めないよ。視聴者の皆さんにプレゼントをするために頑張ろう。もういいよ、戻ってる。オッケー、ヘアウェイ。ナイスショー。すごいピー飛んでる、やば。やば。ピー飛んでる。打ってるのか？先っぽに当たってないか？ヒールだな、どちらかというと。嘘。ヒールに当たって戻ってきてんの？ヒールだね、どちらかというと。あーちょっと変な当たりだけど、オッケー、ナイスナイスオン。近い、早いね、近い、起き上がりが早い。お、いいんじゃないか。 おー近い、ナイス。ゆっこ3連続パーいけんじゃない。後半ちょっと調子出てきた。いい、結構パー取れてます。結構パー取れてるね。結構パー取れてるっぽい。今連続来てるよ。来てるよ。これもちょっとパー狙いましょう。よし、確実に頑張ろう。よし、100を切りたい。100を切りたい。はい、わかる。そうしよう。あーねえ、どう？ちょっと左。ナイス、ナイスフェアウェイ。みんなの旅行がかかってて、さっきちょっと数えたら90切れるかもしれないんで、ちょっとバーディー、ここは狙って保険をね、保険が欲しい。前半48だったんで、今39なんで、あと2だ。ダボで上がれば OK。 いける、いける。でも最後長かった、ゆっこ。いける。欲出さないで。右が広いから。バンカーだけ行かないで。あ、大丈夫っぽいよ。
こうやった？手前？なんかスポーって入った？手前か。行ってみよう。ゆっこは今6オーバー？はい、そうです。前半が54、5、2、4、4、2か。パーで上がったら、パーで上がれれば、よし、100は切れるな。じゃあ95いける。95行きたいね。おー、ナイス。オッケー。オッケー。オッケー。ナイスショー。いいいい。いいショット。オッケー。最終ホールです。ニュー。お疲れ様でした。お疲れ様です。まあむずいね。むずいな。転がって落ちてくるとかないからさ、そうそうそう、サイドに行って。まだ広いけどさ、前半やばかった。前半めっちゃボールなくさ気する。そうだよね、私もだって4つぐらい、3つなくなったよ。難しい。でも瞬間とか、でもなんとか完走しました。はい、じゃあ夜は美味しいものでも食べて、それをちょっとね、まあ目の前の楽しみとして、ね、最終ホール。右、大きかったよ。大丈夫だと思う。入れパー。うん、4打目。みんなの旅行をかけて、入れ入れ。おー、ナイスボギー取ったぞ。せっかくなら、ね、せっかくなら入ってよ。でもナイスゲット。イエーイ、商品ゲットなり。88。さあ1個も100切り。来たんじゃない？ボギー。ナイスボギー。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。見事視聴者プレゼントゲットとなりました。イエーイ、なんとかなった。絶対無理だと思ってた。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ、ゆっこ。お疲れ様です。ぐったりね。ぐったりですね。なんか全部吸い取られたね。うん、はい、なんか乗り切った感。乗り切ったね、やり切ったね。うんうん。で、なんと視聴者プレゼントゲットできました。対戦がやってくれました。ありがとうございました。ゆっこはバケツのプールに、プールに ね、まあこの日の間でどっかで行きましょう。うん、ちょっともう遅くなって寒いんで、ちょっと風邪ひいちゃうんで。風邪ひいちゃうかな。今日のゴルフの感想。はい、久しぶり。やっぱ今日本が寒いっていうのもあって、なんか急に体がついてこないよね、暑さにね。でも本当コースが全然違う。戦略性もその距離にしても全然違うくて、本当になんだっけ最初のまたプルメリア、うん、と、もう2個目のブーメン、ブーゲンビリア、ブーゲンビリア、横文字全然違う。で今回ねこれ一回もちゃんと言えなそうな気がするよ。そうね、すみません、横文字弱いんで。はい、でまだまだね、レオパレス明日また回るんですが、はい、紹介しきれてないところたくさんあるんで、うん、明日また
紹介したいと思います。はい、皆さん YouTube のチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。でコメントも随時募集してますんで、はい、レオパレスリゾートゴルフの行ったことある方や、うん、あのレオパレスの魅力を知ってる方、何でもいいので、うん、僕も行きたいとかでもいいので、私も行きたいとかでもいいので、コメントをたくさんお待ちしています。バイバーイ。